ねえねえ、おっきいピカチュウ持ってる？持ってない。小さい子しか持ってないよ。ミニスカートのマコが勝負を仕掛けてきた。ピカチュウじゃないんかい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ね、見てこれ、すぐ後ろをさ、ピカチュウが歩いてんだけど、やばくない？野生でしょ？え、野生だよね。ちょま。どういう方向や、こうか。はい、来たー。じゃ、ここでピカチュウ捕まえれたらめっちゃ良くない？野生のピカチュウ。なんか尻尾がハート。こんな形やったっけ、尻尾。え、どう？グレートとか何も出てなかったんやけど。しかも体全体でモンスターボールを。おやった！普通に捕まえた。普通に捕まえた。やったね。イェーイ、イーブイレベル10。お、二度蹴りを覚えたい。どうしよっかな。じゃ、尻尾を振る鳴き声。私結構さ、こういう、何？相手の、こう、なんか、下げる感じの技ってね、忘れさせていくんよね。なんか、攻撃系ばっかり集めていく感じ。はい、これで新しく二度蹴りを覚えた。イェーイ、いいぞ、いいぞ。ピカチュウ。ピカチュウ、ネズミポケモン。森に住むポケモン。ほっぺの袋は電気を貯めるので、触るとパチパチ痺れるぞ。このね、一番最初にもらえるポケモンなのに、もうこの時点で捕まえれちゃうっていうね。チゲルに追いついた。君はトレーナーではないのか。友達と虫ポケモン取りに来てるんだ。ポケモン勝負したくて、みんなうずうずしてるよ。でしょうね。そして、コクーン。さあ、来い。野生のコクーン。コクーンでかくね。あ、ちょっと待って。スピードが速い。この円が狭まるスピードが速い。そういうのいろいろあるんやね。やっぱ珍しいポケモンとかになったら多分それが、もっとなんか、早かったりとかするんかな。うわ、難しそう。捕まえるの難しそう。戦闘がない分ね。お、ポップがオウム返しを覚えた。そしてまだそこにね、トランセルとかもおったけん、それも捕まえたい。コクーン、サナギポケモン。自分ではほとんど動けないが、危なくなると針を出して毒を与えることもあるらしい。マジで？コクーン、針出したりとかできる。動くやん、意外と。私が思っとる以上に動くやん。はい、いきなりのこのデカめのコクーン。コクーンじゃねえわ、トランセルいきます。ビッグ！よし、来い！お、いい感じじゃない？わからんけど。言葉は何も出てなかったけど。あー、出てきたー！マジで？クソ、トランセルに苦戦する。それはどうなんだ？それは、クソ、めっちゃ出てくる。出てくんなし。いや、でもまた文字出てこんかったな。お！あー、来たー！やったね！やったね！トランセルに苦戦するやつ、ピカチュウ以上に。次々と新たなポケモンをゲットしていく。トランセル、サナギポケモン。身を守るため、ひたすら殻を固くしても、強い衝撃を受けると中身が出てしまう、怖い。中身やだ。さあ、そして君は多分、トレーナーでしょ？ねえねえ、おっきいピカチュウ持ってる？持ってない。小さい子しか持ってないよ。ミニスカートのマコが勝負を仕掛けてきた。ピカチュウじゃないんかい。いっけいいべい。なんか昔のに比べてこう、レベル上げが簡単になってきたけん、いいよね。なんかあんまりこう考えんでも、みんなに配分されていくけん。イエーイ、効果抜群。まあね、ノーマルに格闘はいいよね。このなんか、ノーマルの EV は、格闘タイプに弱いって言ったけど、自分が格闘技を持っとるっていうこの強み。嘘でしょ？嘘じゃないんだな、それが。
ちょ、君、小学生よりお金持ってないやん。大丈夫？バイトとかしな？私、おっきいピカチュウ捕まえにここ来たの。おっきいポケモン？よく見てればわかるよ。よく見なくても、まあわかるね。結構わかりやすいね。どうもー。あ、相棒ポケモン連れてる。もっとよく見せて。取らないでね、イーブイ。多分そっちには行かないと思うけど。虫捕り少年のマサフミが勝負を仕掛けてきた。お、ビードル。ちょ、これ鳥ポケモンで行きたい。この辺のトレーナーみんなね、ポケモン1匹しか持ってないけんね。楽勝。楽勝すぎるわ。鬼スズメで行こう。いっけー、鬼スズメ。ちょ、いろいろみんなね、活躍してもらわないと。やめてよ、毒とか。何してくれてんだ。つらい。毒を治すようなやつ何もなかったんかな。ばっ、傷薬しかねえ。それじゃあダメだわ。とりあえず戦いましょう。つつく。いいね。なんかビードルの頭についてる角みたいな感じやったけど。イエーイ。やっぱこの表に出てるっていうか、戦闘に参加したポケモンの方が経験値は多いんかな。はい、二度蹴りの代わりに尻尾を振るをちょっと忘れさせましょう。1、2の3。ユドランメスは尻尾を振るの使い方をきれいに忘れた。そしてニドランメスは新しく二度蹴りを覚えた。よしよし。気がついたら負けてた。それぐらい俊足やったな、私。いや、モンスターボールが補充されてくのめっちゃ嬉しい。この仕様めっちゃ嬉しい。僕もビードル乗っけようかな。頭に虫乗っけるの嫌じゃね？そんなことないんかな。これ何？あ、モンスターボールや。落ちとる。モンスターボール5個見つけて、やった。いえ、嬉しい。超絶嬉しい。なんかこう目に見えとんやけどさ、避けるの若干難しいよね。お、アイテム。毒消し。あ、毒消しあった。これ毒とかはさ、フィールド上では、治っとんかな？大丈夫なんかな？あ、どうも。どうも。よーし、君はポケモン持ってるな。勝負しようぜ。いいよ。もうさっきから私全然森の奥に進めてないの。虫捕り少年の新一が勝負を仕掛けてきた。みんな同じ顔しちゃって。お、キャタピー。よーし、じゃあ今回はポッポ使っていこう。あ、毒状態なんやね、やっぱり。鬼スズメ今毒って書いとったわ。ってことは直してあげた方がいいんか。いけ、ポッポー。まあ、相手レベル3だから。キャーキャー、素早さが。はい、それじゃ戦う。オウム返し。風起こし。普通に風起こしでいこう。オウム返しって、相手と同じ技というわけではなくかな。効果抜群、イエーイ。いいね。やっぱ効果抜群の技で倒すのが、めっちゃ気持ちいい。負けた？キャタピーなんかじゃダメか。なんかって言わないであげてよ。育てたらね、ちゃんとバタフリーになるんだから。あ、そう。そしてあの、回復というか、毒消しをちょっと。毒消しをちょっと、鬼スズメに。はい、綺麗さっぱりなくなりました。オッケー。君もトレーナー？違うんか。違う、開いた。ポケモン取ろうとしてモンスターボール投げてたらすぐなくなっちゃった。君も多めに買っておくといいよ。
今のところ結構なんか補充される率も高いけん大丈夫かな。お、釣りの実3個ゲット。こっちは行き止まりなのね。なるほどなるほど。な、迷いそうな気もするし、でもちょっといろんなとこ行ってアイテムをゲットしたいっていうのがね。そしてこのフィールド上にちゃんとモンスターポケモンが出てくれてるのがめちゃくちゃありがたいね。戦闘したくなかったら避ければいいけんね。あの、この森に不思議だらいって出るんですか。え、何それ、マジで私が聞きたいよそれは。初耳よ。ミニスカートのミクが勝負を仕掛けてきた。え、不思議なら出るんやったらめっちゃ欲しいけど、どうなん、この辺どうなん。よし、シャアイーベイ二度蹴り。あ、そっか、ニドランメスはあれか、ノーマルじゃなくて毒タイプやったっけ。あ、そっかそっか。まあ、でもレベル的に余裕で勝てるから普通に行きましょう。体当たり。本当は電光石火にしたつもりやったんやけど。ずれた。もうお話聞いてくださいよ。それはこっちのセリフだよ。なんだなんだ。質問がしたいのか勝負がしたいのかはっきりして。地面に映る木漏れ日をそっと見ている。ここで不思議な意味だって友達が言ってたのです。図鑑には載ってなかったけど本当かな。ってことは多分守るってことよね。レアなんかな。おーい、ポケモントレーナーなら勝負は断れないぜ。本当にトレーナー多すぎ。多すぎ。まあね、こうレベル上げができてモンスターボールも増えていくのはめっちゃいいんやけどね。よし、おさむとの勝負に勝った。あれ、もうポケモンがないや。みんなとりあえず一匹ずつな感じ。モンスターボールめっちゃ溜まっていくやん。悔しいな。強いのを捕まえてこよう。そうするといいよ。不思議だね、おらんな。ぶつかるつもりじゃなかった。ぶつかるつもりじゃなかったんだよ、ドランセル。どうも。モンスターボール投げること知りたい？知りたいです。ぜひぜひ教えてくださいまし。ミニスカートの忍が勝負を仕掛けてきた。お、コッコ。さあ、今のところ電気タイプのポケモン、あ、そっか、ピカチュウが裏にいるから。バックの中にいるから、とりあえずイーブイでいきますかね。電光石火一発、やば。レベルの差やば。イエーイ、君の戦い20丸。ありがとう。全然今ね、計画性も何もない戦い方やったけどね。20丸の真ん中にボールを投げるといいんだって。それをやってるはずなんだけどな、私いまいちこうよろしくない。この辺なんか、ありそうじゃない？何もないの。何もないんすか？あ、ピカチュウ。ピカチュウじゃないか。あ、ここ出れるところかな？ちょっと待った。そんな急いでどこに行く？いやー、ちょっとニビシティにね。虫捕り少年、タツヒロが勝負を仕掛けてきた。ニビシティ？ニビシティはあれか、たけしのところかな。きっとそんな感じがする。え、そうやったよね、ニビシティ。多分たけしがおるところ。たけしとかかすみとかもちょっとこうアニメっぽい感じでちゃんと再現されとんかな。こう何、フィールド上でも。一気へ続くんだ。イエーイ、効果抜群。まあね、相手レベル3やしね。お、イーブイレベル11。
参った。君は強いな。そしてモンスターボールも集めていきます。見えないところでも本当は何か落ちたりする。ポケモンを連れていると見つけてくれることがあるのさ。結構いい部位はね、見つけてくれるから。時輪の森出口、この先ニビシティ。来たぜ、ニビシティ。あなた身長高いね、なんか。CP が高いポケモンほど戦闘能力が高い。いろんな能力を合わせた総合的な数値らしいぞ。なるほど、なんかよくわからんけど、そうなんやね。あ、2番通りあった。ニビシティに到着かと思ったよ。でもこれすぐ通り抜けれるところやろ。あ、なんかありそう。入れんのかーい。はい、ニビシティに到着ー。あ、ちょうどよかった。何そんな同じぐらいのスピードでずっと行きよん。あいな、この街にはポケモンジムがあってさ、ものすごく強いジムリーダー戦えるんだ。ジムリーダーは手強いけど、強くなりたいなら挑戦しないとだぞ。ちなみに君は？おー、イーブンも戦いたいんだな。だよな。よし、俺からの応援の気持ちだ。何？おー、傷薬ごっこありがとう、しげる。優しい。ここまでに貯めた賞金で、アイナの分も買っておいたんだぜ。ジムリーダーに勝てれば、一人前のトレーナーだぞ。頑張れよ。いや、君は？いつも、こう、初期のポケモンでは、こう、行く先の、ジムのところに、なんか、ねえ、なんか認定トレーナーみたいな、勝利したトレーナー、ライバルの名前が必ずあって、いつも一歩先に行き寄る感じやったけど、これはどうなんやろ。お得な掲示板。手持ちのポケモンは戦わなくても経験値がもらえる。勝負にちょっとだけでも顔を出せば、多めに経験値がもらえる。あ、やっぱ多めなんやね。なるほど、なるほど。どうも、花をめでてるの？お小遣いを大切に使うのよ。でも時々モンスターボールを一気買いするのも楽しいわよ。おばあちゃんまでそういう感じなのね、この世界では。モンスターボールを一気買いとか。おー、キャタピー。行った。シュー。私が何やってるかわかる？何？虫の駆除？もしや、キャタピーが隣にいるのに。そう。そうなの。結構骨が折れるわ。ごめんなさい、教えてください。肌に野生のポケモンが来てくれるように、虫寄せコロを巻いてる、あ、逆やった。寄せる方。じゃ、この子野生かな、もしや。どういうことっすか。あ、ここからなんか、いけない。え？あ、びっくりした。野生のポケモン出てきたかと思った。自分のコラってやったわ。おー、石つぶて。石つぶてって浮いとんや。違うんだ。体を伸ばしてリラックスしてる。ゴロゴロ。あなたのポケモン？ああ、涼しい。ニビシティは岩山のふもったからひんやりしてるんだ。なんかこう、みんなが連れてるポケモンをこう見れるのいいね。え、何があった？コラッタが見つけてくれるんや。コラッタは茂みの中から何かを見つけた。アイナはコラッタからズリの実をもらった。アイナはズリの実を捕獲ポケットにしまった。めっちゃ可愛くない？バタフリいいね。タリー、フリちゃん、名前ついとった。名前がついとったよ、なんか。どうも、君のポケモン？私のフリちゃん。一緒に歩いてると、たまに道具見つけてくれるの。なるほど。じゃ、今回はこの辺で終わりにしようかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。こうなんか街中にも普通にポケモンがおるとか、なんかそういうね、日常が見れるのがすごくいい。